あれはお祭りを楽しんでる子供たちかな。キララがまだ小さい頃、小学生の頃とかの思い出が中心みたいだね。キララの子供の頃。聞いたぞお前たち。同じクラスのケータ君だよ。お前、神の声が聞こえるんだってな。そうだけど。へえ、面白そうじゃん。神の声。キララ、神の声が聞こえるって。思い出してきた。キララは昔から普通の人には聞こえない声が聞こえる体質だった。最初は空耳かと思った。でも違った。聞こえてきていたのはこの世界の神の声だった。もしかしてキララってめっちゃすごい子？その恐れがある。自分で言うんだ。神の声が聞こえるか。またすごい子が現れたな。にしても管理者に神の声って、ココラたちの世界は一体どうなっちゃってるんだ？神の声ってどんな風に聞こえるの？わわわんって感じ。わわわわん？頭の中にわわわん。なるほどなるほど。今のでわかんの？じゃあ内容はどんなものなの？人間の言葉に直すのは難しい。言葉というより情報そのものが流れ込んでくるから、少なくとも普通の人間には知りえない情報。そこには未来の情報が含まれてることもある。未来？未来予知できるってこと？いや、そこまで正確じゃない。久野さんはいくつかの情報を組み合わせると未来予知っぽいことができると前に言ってました。ぽいことだとしてもすごいよ。うん。あるね、この辺。お化け屋敷とかにありそうな雰囲気ですね。キララの友達はどんな子だったの？男の子と女の子2人いたよね。ユカは内気で、キララと同じであんまり周りに馴染めない子だった。ケータは友達じゃない。ケータは村長の息子で、親の権力を振りかざして他の子たちを言いなりにさせてた。キララもユカも嫌だったけど、パパ同士が仲良くて遊びの誘いを断れなかった。なるほど。あれ、レナさん？どうしたの？なんでもないけど。ああ、もしかして怖がってる？怖がってない。苦手なの？私の心トープにあった建物でもレナちゃん怖がってたような。へえ、そうなんだ。怖がってない。
内さんって何でもクールにこなすイメージだったけど、案外可愛いんですね。違う。ほら、もう行くよ。一人で大丈夫なの？早く来て。行きましょう、久野さん。これ。聞いた？久野さんの家の、ああ娘さんの話でしょ。でも本当なの？単なる噂なんじゃ。それが実際に未来を言い当てるところを見ちゃった子がいるって話なのよ。へえ、なんだかドラマみたいな話ね。でも
それって怖くないです？未来予知だなんて。村のお偉方は神の使いだって大喜びしてるみたいだけどね。この辺りはお年寄り多いし、そういう信仰も受け入れられやすいのかしらね。
いつでも行ける。せい、楽勝楽勝、負ける気がしないよ。ぎ、何これ。詰まった。邪魔するなら容赦しないよ。よし、私の番。ほっ、いける。せい、当たって吹き飛んで。さあ、どう動こう。ほっ、完勝です。やりました。また一つ成長だね。ぎ、何これ。ほほう。キラ、神の声が聞こえるというのは本当なのか？神かどうかは分からないけど。ざれ事だと思っていた。まさか本当だったとは。神の子だ。キララは神の子だったんだ。パパが間違ってた。ごめんな、キララ。何かに使えそう。大
事にしまおう。ありがとうございます。まさか本当にクマが出没するなんて。キララさんのおかげで被害も出ずに済みました。ありがとうキララさん、ありがとう。キララ、お前のおかげでパパも鼻が高いぞ。ほらキララ、次はどんな声が聞こえたかパパに教えてごらん。いつでもいける。
私の。皆さんも実感したでしょう。これは神の力です。我が娘クノキララは神が使わした救世主なのです。おお、キララさんのおかげで命を救われたって人もいるらしいぞ。本当なのか。ああ、クマの出現を予知したんだとか。未来が見えるのか。本当に神が使わした子なのかもしれんな。
強敵だよ。気をつけて。いつでもいける。当たって。っこれを使って。よし、私の番。何これ。取っておこう。レナさん大丈夫？大丈夫だって。私のことは気にしなくていいから。本当に。ま、ならいいけど。どう、キララ。歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。久野さんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんをひいきにしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ているなんて対立候補に言われるわけにはいきませんから、使いどころは慎重に。今のさっき言ってたパパ同士の会話かな。うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど。だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。うん、パパはキララにはとても優しかった。
美味しいご飯も食べさせてくれた。パパもママも幸せそうだった。キララもそれでいいと思ってた。この時はまだ地位とか権力とかそういうことは何も分かっていなかったから。クマさん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララはそれを他人事みたいに思ってた。神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取り憑かれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとたくさんの人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。